参ぞ甚九郎。出家の身でありながら浅ましき姿になり果てたるは、無限地獄に落ちるともこの手で無念を晴らすためぞ。桃姫の魂が見当たらぬ。先ほどの騒ぎに乗じてあの坊主めにかどわかされたか。術が破れたからには桃姫の魂に何があってもこの肉体の命が危うい。あれを野放しにはしておけぬ。すぐにも追わねばならぬというのに、グズグズしおって。今菊めまだこのか、刻限はとうに過ぎておるのに。